中川先生の優しいビジネス研究。日本の小売の湯、日本で小売業といえばこの会社と言えるようなセブンイレブンさんが外資企業による買収提案を受けました。まあ、湯って提案だけなのでこれで買収が決まったとかそういうことではないわけなんですけれども、この背後に何があるのか、円安だからということではなくて、その背後には日本企業が抱える大変深刻な問題があったりするんです。さて、まずは事実関係を確認していきたいなと思うわけなんですけれども、セブン&アイ・ホールディングスに対して、カナダのコンビニ大手、アリマンタシオン・クシュタールから買収の提案がなされました。セブン&アイは早速、社外取締役だけで構成される特別委員会を設置しまして、この提案が株主にとって、事業にとって、メリットがあるものなのかどうか、これを検討し始めるということにしているわけなんですけれども、まあ、仮にこの買収が成功いたしますと、世界的な極めて大規模なコンビニエンスチェーンというものが成立します。相手はですね、サークル系などを展開している会社でいらっしゃいまして、まあなので北米において独禁法などにも引っかかっちゃうんじゃないかとも言われているわけなんですけれども、仮に買収が成立するとすると5兆円規模に達する。まあというのはセブン&アイホールディングスさんがおよそ時価総額が5兆円前後だというところなわけなんですけれども、じゃあ相手のサークル計算ですよ。まあ実際売上規模だとかですね、事業の状況を見ますと、セブン&アイホールディングスの方がまだ幾分いいかなというぐらいの状況なんですけども、それでも実は時価総額で見るとアリマンタシオンが8兆5000億円、これに対してセブン&アイが5兆円ということで時価総額においても下になっているという状況があるわけなんです。これってなんでなのか。まあこれでですね、世の中の報道だとか人々の話を聞いてみますと、まあ、円安も行くとこまで行って、実に日本企業がお買い得、安くなってしまったね、なんて声に満ち溢れているんですけれども、まあ、そして実際その側面もあるわけなんですが、より重要なことには、セブンイレブンという会社、まあ、セブン&アイという会社が、その実力からすると、もうちょっと稼げていいはずなのに、業績がふるって、いないという事実、ここから目を背けてはいけないんです。単に円安の問題だとかそういうことではなくて、日本企業のグループ経営に関する基本的な問題が実はこの話の背後には隠れているんです。いいですか、このセブン&アイホールディングスの時価総額5兆円というものは本当、率直なところ、わずかに5兆円と評価すべきものなんです。小売業という業態はですね、世界的に見ると株価が高まる傾向にある業態でありまして、まあ、アマゾンさんなんかガーファの一角ということで別格であるとしましても、アメリカのウォルマート、まあ、言うてウォルマートってなんかすごい会社なのかといえば、全米にある言ってしまうスーパーマーケットなわけですけども、こちらが70兆円、ホームデポで55兆円、日本にもありますよね。コストコで47兆円ということで、小売業というのは基本的にこういう株価が世界的にはつくわけなんです。まあ、その先、アリババ PDD ですとか、スペインのインディテックス、あるいは下を見ますとドイツのシュバルツなどのグループがありますが、いずれもですね、じゃあセブンイレブンに比べた時にはるかに強い会社なのかといえば別なそういうことではなくてですね、オペレーション自体、商品力自体、店舗競争力自体はセブンイレブンにとって十分に世界と戦っていけるものなわけなんですけれども、それではじゃあなぜこんなセブンイレブンの株価は安いのかです。もうこれご覧いただいて分かります通り、円安で説明できるレベルを超えているわけなんですよ。それというのは、実は日本企業というのが多くの場合、この社歴が長いがゆえに、あるいは様々にこう、事業を変えながら成長してきたがゆえに、そういうレガシーな遺産を背負ってしまっていて、これが株価の成長、まあ、さらに言えば、会社としての成長可能性を狭めてしまっている。こういうことがあるわけなんですね。セブン&アイホールディングスさんが抱えている課題はですね、イトーヨーカドーさんと株主との対立というのが非常に大きいわけなんですけれども、いいですか、もう一回強調しますよ。店舗の競争力や諸外国の類似の企業、小売業の企業と比較をしたときに、セブンイレブンの店舗というのは十分に競争力を用いているはずなんです。だとすれば、本来ならば、この現在の経済の進化のスピード、発展のスピードからすれば、もう現時点において日本の小売の湯、世界に日本型のコンビニエンスストアという業態を輸出して、世界に名だたるセブンイレブンになってなきゃいけなかったはずなんですよ。しかしながらそうなっていないのは、このセブン&アイ・ホールディングスという会社名からしても、あるいはこのイトーヨーカドーというのが本体なんだよねという、この日本にいるものの見方からしても、イオンに負けてるよねとか、こういう感触を持つわけなんですね。そうなんです。創業事業であるイトーヨーカドーをはじめとした大型店舗の運営能力においては、国内で我々が店舗に行ってもちょっと競争力落ちるかなと感じてしまうぐらいなわけですから、にもかかわらず大型店舗もずっと維持し続けて、なんならちょっと前まで西武&そごうも持っていたわけですからね。西武とそごうも持っていたわけで、かくしてですね、この様々に広がった事業に資源が分散投資されてしまっておりまして、そのうちのどこにフォーカスするの？じゃあそういう大型店舗今後どうするの？そういうことについてビジョンが見えないというのが大きな問題なんです。で、この点はですね、ずっとですから株主からも指摘されておりまして、大型店舗売却しなさいよ。それに同意しないんだとしたら経営陣に退陣にしてもらうのがいいんじゃないですか。そういうような株主からの提案というのも何度も株主総会に出されておりまして、結果として経営陣はですね、この株主対策ということにずっと向き合ってしまっていて、グループ経営ということがしっかりできていないという状況になっているんです。その背後にはこのセブン&アイという会社のガバナンス構造も大きな問題があるわけなんです。87% もの株式が市場に流通しておりまして、そのうち機関投資家が 65% までを保有している、海外株主も 36% ということで、この足腰の弱さ、資本構成の問題ということも経営の成長の足を引っ張っているわけなんです。ただ、ここでポイントはですね、別にイトーヨーカドーを持ち続けていたって構やしないんですよ。ポイントは何なのかというと、株式とか株主という言い方するとイメージがつきにくいと思いますけれども、世の人々がセブン&アイにこうなってもらいたい、セブンイレブンにこうなってもらいたいという評価ができるような未来像を描けていればいいわけなんですよね。そんな観点からセブン&アイホールディングスの中期経営計画、発表されているウェブページに載っているものを見てみますと、2030年目指すグループ像ということで、その中にはこうセブンイレブン事業を軸としたグローバル成長戦略と、テクノロジーを通じて流通革新を促進し、世界トップクラスのグローバル流通グループと書かれているわけなんですけれども、じゃあそのために何をやりますかということでページを食っていきますと、次のページには財務的な目標が書かれており、それじゃあそれを実施するために具体的に各事業どうするのか、このように書かれているわけなんですけれども、皆さんよければぜひウェブサイトに訪れてご覧いただければと思いますけれども、総じて、確かにちゃんと書かれているようにも見えるわけなんですけれども、セブンイレブンというものを中心として、この会社が今後どうなっていくのかという観点で見てみますと、未来像が描かれているのか、数値目標が描かれ、個別の事業をどうするってことが描かれ、そしてお題目として、世界トップクラスのグローバル流通グループを目指していくと言われた時に、何か足りないものがある感触、皆さんも感じますよね。ビジョンが弱いわけなんですよ。中核としてこの会社はどういう姿になりたいのか、それにあたって今の課題は何であって、それをどう解決するのか、このあるべき姿、そこを目指す上での当社の最大の課題、それを突破するための方法、いわゆる戦略というものが、この中期経営計画の中心部分にないから、個別の目標の総和のようになってしまっている。こういう状況にあるわけなんです。ただ、これというのは、これまでの日本企業が抱えてきたセブン&アイのみならず、実はですね、平成の時代ぐらいからずっと失われたうん十年とかって言われた時代からずっと言われてたことなんですよ。日本企業、現場は強い。現場の仕組みは非常に秀でているけれども、トップマネジメントがやるべきことをやっていますかという問いに対して、イエスというふうにはなかなか言い難いんじゃないのかというのは、90年代ぐらいに活躍した経営学者の先生たちからして、もう言っているわけなんですよ。日本企業の特徴というのは強い現場、弱い本社ですね。この課題を克服しないことには世界と戦えないんじゃないですか。今から30年、40年前ぐらいにはもうすでに言われていたりするわけなんですよ。経営陣が対峙しているのは決して株主なんてものではなくて、今日その株式というものは誰もが取得できるのであるとすれば、結局向き合っているのは社会なわけですね。社会に対してこの会社は今後どういう方向を目指していこうとしているのか、そのために今足元にどういう問題があるのか、どういうことをやらなきゃいけないのか、ビジョンを示すというのは書くいうこと、会社としての重要な問題をちゃんと直視して、それについて明瞭な答えを出せるということ、もう一回繰り返しますけど、別にイトーヨーカドーさん持ち続けていていいんですよ。だとしてイトーヨーカドーという店舗を今後どういうふうにリデザインをしていって国際競争力を用いる状況まで引っ張り上げるのか、そういうこの課題解決ということが丁寧に示されていてこそトップマネジメントだということになるわけです。セブン&アイ・ホールディングスさんには9名の社外取締役がいまして、このうち4名がいわゆる投資家さんから送られてきている人たちで、5名がセブン&アイ・ホールディングスさんが用意したいわゆる天下りの方とか関連会社からの方というところで、いわばセブン&アイ・ホールディングスの意見の代弁者の人たちを連れてきているわけですから、そのような社外取りの構成を見る限りにおいて、この買収提案というのは否決される可能性が高いだろうと見られております。それはそれとして、問題の根源的解決のためには、その後、自らこのセブン&アイという会社を変えていけるガバナンス体制、マネジメント体制から事業戦略に至るまで大きくガラリと刷新していけるような胆力、そして実力がこの会社にあるかどうか、それが問われているわけです。